ッチャーさん、ウゴウゴさん、ありがとうございます。ハーマルさん、ただの魚さん、ありがとうございます。ケンちゃんさん、オーディーさん、ありがとうございます。トモチタンさん、オーディーさん、ありがとうございます。私はさっき急いで今日までのメガ割りを使ってきました。焼酎力さん、ありがとうございます。鼻が、なんでだろう、やだね。こんばんは、とか言ったらすすい始めて。ゴーちゃん、大次郎さん、ありがとうございます。ただの魚さん、ありがとうございます。花粉早くない？それはちょっと、それはちょっと先走りすぎじゃない？花粉。あやさん、まさとしさん、 YK さん、ありがとうございます。ともちたんさん、むねひろさん、ありがとうございます。それにしてはね、花粉ってそんな早いっけ？もうでも9月だもんね。おかしくはないか。早い、やだ、無理。困っちまった。むねひろさん、はるみさん、かまけんさん、ありがとうございます。やだね、ブタクサ、やだ。私もね、花粉症なんだけど、そう、まだ来てない。やだやだ、来ないで。げんちゃんさん、福清さん、まんちくさん、ありがとうございます。鼻来てる？やだやだ、秋だけどさ、やだよ。そうだよね、なんか暑いからさ、まださ秋って自覚がないけど、まあ、正直秋だもんね、季節的に言う、なんだろう、月的に言うとね。しましまさん、げんちゃんさん、ありがとうございます。だから、まあね、植物たちは働き始めてるのか。やめてよね。福岡の福田さん、シャオタンさん、シューマニアさん、ありがとうございます。困っちゃう。やだやだやだ。バウチさん、焼酎力さん、ありがとうございます。10月中旬、まだまだ暑いよね。目代わりはそう、満足、そう、目代わりっていう9点っていうね、そう、ネットショッピングで、そう、3ヶ月に1回そう 20% オフの服、チケットが配られるんですよ。そう、配布されてお買い物ができるんですけど、合計10枚配られたのかな、多分10枚配られて、私は4枚使いました。ネアワレスさん、修行さん、ありがとうございます。吉和さん、チョコレモンさん、ありがとうございます。でももう6枚はもう使えないの。そう、なんか決まってるの。最初の3日で3枚で、そう、もう3日過ぎたら、そう、使えなくなる。で、次のその4日目からの何日かで3枚また新たに配られてって感じで、そうなの。だから私が今回使えたのは4枚です。げんちゃんさん、ルルルンさん、ありがとうございます。そう、最初の使わなかった。なんかそう、いろいろ考えたんだけど、でも今必要なものをと思ったらそんな意外といいかなと思って、さっき購入しました。げんちゃんさん、ルルルンさん、はるみさん、ありがとうございます。届くの楽しみ。マリモさん、ありがとうございます、ね、届くのすごい楽しみです。今回はね、4つ買いましたね。ワクワク、いつ届くかなっていうのを楽しみにしながら待ちたいと思います。ミノルさん、ただの魚さん、ありがとうございます。やっほー、ワクワクしながら待ってます。キュイでこんばんは、ヤッホー。あちゃちゃちゃ、危ない、倒れるかと思った、危なし。こんばんは、バウチさん、テンキューさん、ありがとうございます。そう、今回は私今よく使ってる一軍のリップが、そう、なんか何、あともう多分こんぐらいでなくなるんですよ。そう、こんぐらいでリップがなくなるって結構ね、焦るから。しかも一番最近よく使ってるリップがあとこんぐらいでなくなっちゃうから、そう、リップをいっぱい買います。青いたぬきさん、ともちたんさん、たかしさん、ありがとうございます。
そう、なくなるのは1本なんですけど、それに対して3本ぐらい買いました。あ、おかしいですね量がそう合ってませんけど、はい、満足ですトムトムさん、ありがとうございます。こんばんは。3つとも違うの買った。そう、しかも3つともなんか違うの、今使ってるのと同じのと、なんか気になってるのを買ってみました。そう、まあリップはそう何本あっても素敵ですから。はるみさん、メフィラスさん、ありがとうございます。あやさん、ありがとうございます。そう、メイク道具は大体ね、そう、なんだろう、お店で買うか9点で買うかどっちかでございますシワさん、コさん、ありがとうございます。あとはチークを買いました。なんかずっと気になってたチークを買いました。そうそう、それで4つです。そう、チーク買ったの、なんかそう良さげなチーク、今使ってるアイシャドウとなんか同じな仲間みたいなチークを買いましたので、そうきっといいと思う、バッチリな気がする。そうなんでございます。こんばんは。こんばんは。シワさん、ありがとうございます。そう、意外と同じリップはね、そう今使ってるのがとってもいいから、同じリップと気になってるの、そういいですね。楽しみ届く、ワクワクと。なんかね、たまにさ気分で変えたいなと思っちゃう時があるんですよ。そういつもと違うの使いたいなって思う時とかにすごいぴったりなので、そう買ってみました。届くのが楽しみです。ナックスさん、フォレストさん、 Y さん、ありがとうございます。そう、楽しみ、ワクワク。今月入って買い物ちゃんとしたの初かもっていうね、そんな気持ちも込めてワクワクしました。イエイこんばんは。メイビーさん、ありがとうございます。これにて私はまたほぼ毎日のように追跡を見るでしょう今どこにいるかなって物頼んじゃったらそうしがち、もうほぼ毎日のように追跡機能で、その追跡しちゃいつかなって見ちゃう。メイビーさん、タッケーさん、パウチさん、ありがとうございます監視のように見てしまいますお日本に来たぞとか、そういうのね。でも本当にずっと見ちゃう、ずっとじゃないけど毎日1回は確認しちゃう、気になっちゃう。ワクワク、やっぱ届くの楽しみじゃん。ね、いつ届くかなとか思ってさ、もうずっとね、もう毎日一回は必ずピッて押して、あ、ここだとか思っちゃう。追跡しちゃいます、私は。語弊が生まれそうだ。ここだけ聞くと危ない。私、毎日本当に見るよ。そう、携帯ケースの時は本当に、なんか、本当にずっと、なんだろう、やっぱそのね、忙しい、人気な会社だからさ大変じゃん、ずっと準備中だったの商品、まあ本当にもう朝と夜1回ずつぐらい確認してた見すぎタカさん、ありがとうございます。ありがくまん、ありがとうございます。そう、楽しみすぎて携帯ケースずっと欲しかったんですよ。そうずっと欲しくて、もういつ届くかな、いつ届くかなとか思ってたので、と1日朝と夜ぐらいで確認してましたバウチさん、ありがとうございます。まさきさん、ありがとうございます。見ちゃうよね、なんかさね、楽しみじゃん、だってフ
すごい楽しみだからね、見ちゃいますね。そう、配達中になったらもう家にいなきゃって思うよね。おうち、ダンシンモンキーさん、ありがとうございます。おもんない人さん、ありがとうございます。ね、いつ届くかなってね、私は結構気になるので見ちゃいますね、いっぱい。明日から。明日からは早いか。じいちゃんさん、ありがとうございます。犬さん、ありがとうございます。今回は多分ね、ほぼほぼ海外からだと思う。Q10って何で、海外アプリ、海外のアプリだから、海外のアプリっていうのかな。そう、ほぼほぼ Q10のね、商品はね、国外から届きます。ドーンって、それでいつも、ね、そう、海を渡ってきてくれます。海を渡って、そう、東京経由してきてくれる。そう、目が回り。くんちゃんさん、くまんちゅさん、くまんちゅさん、ありがとうございます。キュウリチャーハンはとっとってって言っとったけん、たっとったたいさん、ありがとうございます。ライトさん、ジェイちゃんさん、ありがとうございます。そう、羽田とかに、成田とかにつきついたあたりで、ね、ワクワクします。あと少しいいと思います。やっぱね、そう、やっぱ海外から届けてくださるので、そう、もう東京着いたらもうすぐシュンってくるから、キャーってなる。そう、海を渡ってきてくれますよ。ジェイちゃんさん、タッケーさん、ありがとうございます。なんだろう、なんて言うんだろうね、わかんない。海外のアプリなのかな、わかんない。あれだ、発送は海外だ、基本的に。大体届くのは。目代わりさん、楽しみな夏。え、そりゃ嘘だ。早っ。なんか Q10 って決済待ち、発送待ち、発送中、発送完了みたいな4つで並んでる時もあるんですよ。ちょっと前に買ったのに1個発送中になってる、おかしい、びっくり、早っ。早すぎ。ロメオさん、タッケーさん、ありがとうございます。仕事早いね、びっくりしちゃった、ありがとうございます。すごい嬉しい、早い、びっくり。あー、時差、確かにそういうことか。私たちからしたら夜だけど、夜じゃないかもしれない、わかんないけどね。ね、すごいね、びっくりしちゃった。ゴーちゃん、ロメオさん、カズヤ22さん、ありがとうございます。早かった、びっくりしちゃった。元気が一番さん、ジェイちゃんさん、ありがとうございます。わかんない、でも大体アジアだと思うんだけどね、遅くまでやってるのかしらね。ワクワクしながら待ちたいと思います。シンギーちゃんさん、元気が一番さん、あやむさん、ありがとうございます。1629日、ありがとうございます。16299、ありがとうございます。イーイさん、ありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。偽物はあれだ、公式のサイト、なんだろう、Q10の中でも公式のショップがあるので、公式のショップから買ったらいいと思います。あとはいっぱい口コミを見ましょうって感じですね。ネットショッピングあるあるですね、口コミ大事って感じです。口コミしっかりって感じ。
大地くん、メイビーさん、ありがとうございます。そう、口コミしっかりっていう感じで口コミを永遠に見てますフォレストさん、ザキさん、ありがとうございます。そう、口コミをね、いっぱい見て、ほもほう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 と思ってます。ともちたんさん、かずや22さん、ありがとうございます。注文してから何日くらい届くかわからない、物とショップによるのでわからないです。まばら、すごい時間がかかるとこもあるし、ピョーンって届く時もあるのでよくわかりませんね。なんかバラバラです、よくわからないそう、結論、よくわからないでございます慶応公演お待ち、今月あんまりないけどね、ぜひぜひお待ちしてますね。待っていますでございます。口コミ大事。はるみさん、ありがとうございます。追肥がまだまだ、皆さんも気をつけてくださいね。暑いよね、毎日毎日頑張りましょう。えいえお、はるみさん、ありがとうございます。そんな感じだねね。あやさん、ありがとうございます。すごー、うん確かに口コミ、カタカナと漢字の確かに区別がつかない。みんながもしかしたら口コミって書いたか書いてないかもしれない口コミじゃないけどね。でも口コミって書くよりろくみって書く方が簡単かもね。一文字楽だね。ね、ショールームならさ、口コミって書くよりろくみって書いた方が一文字分少ないね。いいね。楽ちん先生ね、口コミ4文字だけどろくみだったら3文字でいけちゃうじゃん。でもね、本当に違いないね。違いないよね。あ、でも待って、分かった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 。口でかいよ、ちょっと。口でかいよ、ちょっと。ちょっとダメかな。ね、口ちょっとでかいよ。口ちょっとでかい。ロー、ちょっとね、ロコミはなんか大体同じ大きさなんだけど、口でかいや。これまたここだけ聞かれたら語弊が生まれそうな語弊が生まれそうな言い方口でかいえ、すごいね、違いがあるんだ、知らなかった、全く一緒かと思ってたよ。今こうやって画面に近づいてしっかり見てみたら気づいた、新しい発見だねね、口でかいは語弊しかないあー、すごい、へー、すごいね。山崎パンさん、ありがとうございます。あ、すごい、口、あ、ロー、口、四角、あ、すごい、あー、あ、四角は飛び出てないんだね。あ、すごいね、やっぱ細かいところに変化があるんですね。細かい変化大事です。しんちゃんさん、たっちゃん、ありがとうございます。他にあるかな、なんかある、他に似てるやつ探そう。でもこういう時私なんかちっとも出てこないの。こういうなんかあるかの他に、口とローみたいな、なんだろう、なんか一と伸ばし棒はみんなにやらせる一と伸ばし棒決めたいどうなんだろう、漢字の一と、あのやったーとかの伸ばし棒うわー、どっちだ1がやっぱでかい、1ね、やっぱ1ちょっと長いよね。やっぱ漢字は大きいのかな、そういうなんかカタカナとかひらがな、でもひらがなね、カタカナとかひらがなに比べて漢字ってやっぱ習字とかでも、習字とか硬筆とかでもさ、大きく書いた方がバランスよく見えますよって言われるじゃんなんか言われなかった、習字とかさ、硬筆の授業でさ、
漢字の方が大きめに書いて、ひらがなは漢字より気持ち小さく書いた方がバランス良きですよって私は学校の先生に習ったので、そういうことなのかなね。もう私もうこれは完璧だよ。2と2はもうちょっとだって、あ、分からんあ、でもちょっと2の方が大きい、漢字の方がやっぱちょっと大きいよね。O と0は意外と分かっちゃうぜ。ね、なんか言われたよね、学校のさ先生授業でさ、漢字の方がちょっと大きくって。だからそういうことなのかなね。デルタと三角、デルタってなんだっけ、数学苦い顔してる山崎パンさん、ありがとうございます。英語の1と i、 あー i の方がでかい。え、これ1だよねひろやさん、じこじこさん、ありがとうございます。すごいね、なんかさ絶対さわかんないじゃん。あ、 l と i だってさ、こうやってさ遠くから見たらささっぱりわかんないじゃん、正直さね。ね、なんなん、すごいよね、ちゃんとちゃんとちゃんとさ。あ、1番が正解だ、なんか塔でかい。ジローさん、シムさん、ありがとうございます。なんかねすごいよね、ちゃんとさね分けてるの。だってさ、こんな風に話さなかったらきっとさ私はさわからないなと思いながらさ生活をしてるわけだしさね。じいちゃんさん、バウチューさん、ありがとうございます。すごいね、ありがとうだね、こんな細かいとこもちゃんとね書いてくれて。認証用のパスワード、わかるわかる、なんかさ、なんかよくあるじゃん、なんか一番最後の認証パスワードでさ、なんか数字とかアルファベットが混ざったなんかよくわかんないものが出てきてさね、押してさ何回もベベって出てさ、なんでそんなベベって言うのと思ってなんでそんなに跳ねのけられるのと思ったらさ、そう違うんだよね、ちょっと間違えちゃってるの。シムさん、ありがとうございます。ロボットじゃない絵選ぶ自転車の絵を選びなさい。あれたまに悩むよね、これ自転車とか思いながらさなんかね、すっごいなんか頭引きの絵とかさそう、引きの絵とかなんかさ、タイヤしか映って、なんか自転車なのはわかるけどタイヤしかないよみたいなあれ難しいよね。なんか最近そう、なんかねいろいろあるよね、あれ結構難しいよね。ね、あれ結構なんかさギリギリのところを狙ってついてくるじゃん。これは人間悩みますよと思ってひろやさん、ありがとうございます。ね、ちょっと悩むから、なんかもうちょっとなんか判断しやすいやつにしてくれと思いながらいつも、これ選んでも私これね、もう一回やり直してくださいとか出ないよねとか思いながらね押してるね、よくわかんないよね、あれ難しい、難しいけどなんか意外となんかやっちゃうそっか、やっぱそれだとロボット先生に言われるのかね、ちょっと困っちゃうよねあれはね、悩み悩みひろやさん、ありがとうございます。そう、上の英語とかをさ数字を打ってくださいとかやるってさ、英語と数字が混ざってたりするとさ、たまにさなんかあと大文字とか小文字が混ざってるとさね、小文字の L なのか大文字の I なのかどっちですかっていう、へっていう悩ませるのがね正解なんだろうけど、こっちはもうさ、ね、手のひらでねそう転がされてんだよね多分きっと、こっちはどっちなのとあやむさん、ありがとうございます。難しいよね、ね、なんか横断歩道をね選んで、難しいね、そうバス全部選んでください、そう AI に遊ばれてるよ私たちはきっとそうふにゃふにゃしてるさ数字のやつ、あれ難しいよね、なんかたまにさ、え、これは何って思っちゃうもん。そう O とかね0とか分かんなくなっちゃうね、ああいうのちょっと困る。
けど仕方がないんでしょうね、システム的に。システム的にそうしなきゃいけないんだろうけどさ、ね、超難しいよね。よかった、悩ね、みんな悩んでたんだ、よかった。アンドロメダ焼きさん、ありがとうございます。よかった、私だけじゃなかった。私いつも悩んでたの。これ自転車これは自転車ですかねとか思いながらずっとさ悩んでさ、ハラハラドキドキしながらね、洗濯してたんですけど、仲間がいっぱいいたのでよかった、ありがとう。これからも悩みながら洗濯します。物によって早く解くとダメなの？それは難しいよだってたまにすごい分かっちゃう時もあるもん信号を選びなさいとか言われたらさ、もうポチ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 押しちゃう時もあるからさ。そうなんだ、難しいね。すごいなんか高度なことを求めてくるね。あやむさん、アンドロメダ焼きさん、ありがとうございます。結構こちら側にね、高度な技術を求めてきますね。困っちゃう。じいちゃんさん、ありがとうございますね。びっくりね、なんか画像を選ぶときね、わかる、一回で終わらないときさ、疑われてるって疑ってはないんだろうけどね、そういう確認をしなきゃいけないんだろうけどさ、あれ、ロボットって思われてると思ってちょっとウキウキしちゃう多分違うんだろうけどさ、あれはそう、ロボットか人か選ぶためにさ、して、ね、選ぶというか判断するためにやってるじゃん。で、一回の写真が終わらなかったときはそう、どっちかだよね。なんて言うんだろう、なんかさ、やり直しみたいになった時はもう、あ、すいません、私が間違えましたかってなるんだけどたまにそう、私もしかしてと思ってロボットと思ってちょっとウキウキする時もある。バッチさん、桃太郎さん、ありがとうございます。そう、あの、すごい、なんて言うんだろう、なんだろう、スラスラ溶けてもう一回来てください、もう一回やってくださいってなった時は、あれ、私もしかしてロボットって思われてるかなと思って、あれれれと思うんだけどすんごい悩んだ時にもう一回してくださいって言われたら、あ、私間違えましたかっていうごめんなさいって気持ちになります。たっちゃん、ありがとうございます失礼しましたって思う、ね、振り回されてます、本当に。スマホに私はもう振り回されて生きてる、うわーって思いながらね、どうなんだろうね、あれさ、ね、あなたはロボットですってね、言われちゃって対応することもあるのかな、どうなんだろうね、どうなんでしょうかね、不思議だよね。選ばれちゃうのかな、あなたはロボットです、選ばれてはないかね、どう、私は今までヒューマンですねって言われたんだけどヒューマンですと思いながら、私はヒューマンですよと思いながら、ね、ありがとうございますと思って、そう、そのね、セキュリティみたいなのを乗り越えてきたんですけどね、ありがとうございますと思いながらね、正解でーす難しいよね、あれ、あれは大変だと思いながらね、難しい、あれは悩む、結構悩むやつあったんだよね。何だったかな、なんかたまに動物選びなさいみたいな、なんかなんかの動物を選びなさいみたいな、なんか難しいのあるよね。え、これお尻の方しか写ってないですけど該当しますかと思ったりね優馬さん、ありがとうございます。あれ難しいよね、頭は写ってませんよみたいな、半分しかね、動物さん写ってませんけど、これは入れていいですかっていうどっちですかって思いながら。長谷川さん、ありがとうございます、ね、あ、確かに最新アップルね、次なんだ16ね、もう少しだっけ、もう少しじゃないっけ、いつだ、でもなんか発表されてましたよね。私は変える気ないので全然見てないんですけど私あの2つぐらい機種待ってから、あのいつも新しくするから待ってるんだけど、そう、もうすぐなのかな、あれは16ね、16やば、
ね、たまにそうピント合ってない写真とかね、あれピント合わせてって思っちゃうよね。イチャモンイチャモンつける、あれ、ね、ピント合わせてくれやとか思っちゃうよね。今日から予約開始、わー、でもなんかいろいろありましたよね、確か。なんかちら本当に一瞬だけちらっと見た。そう、私は今15プロなので、そうまだ買えないですと思って。そう、なんか可愛らしい色とかありましたよね。ねえ、もうやっぱなくなってたね、あの色、あのなんだっけ、あのゴールドピンクみたいな、なんだっけね、ずっと前からいたさね、あの色ね、悲しいよね、なんか iPhone って感じの色だったのに。AirPods も新しいの出るの？ AirPods は今のでいいや。あ、ピンクゴールドだ。ゴールドピンクはなんか逆でしたね。ゴールド違う、ピンクゴールドはね、そうだよね、なんかね、私前回までさピンクゴールドだったのさと思って、でももうさ15からピンクゴールドっていうさものがさ いらっしゃらなくなっててさ、ちょっと悲しかったよね。ね、まあ白選んだんですけど。なお教えてくださりありがとうございます。プロの方は可愛い色がない。あ、そうなの、そうなんだ。あれなんだろうね、プロとプロじゃないのでさ色を変えてくるの、一緒にしてよって思っちゃうけどね。ね、あー高級感、色変えてく、そういうことか、なるほどね、困ったもんだね。ね、自分がさ欲しい機種じゃない方に欲しい色があったりするとね、塗り替えてくれって思っちゃうよね。高級感出すのが、あーそういうこと、なるほどね、そこでプロとプロじゃない方の違いを出してんだ。へえ。じゃあランキングあります。13位メフィラスさんありがとうございます。12位ハルミさんありがとうございます。11位アヤさんありがとうございます。10位ともちたんさんありがとうございます。9位ダンシンモンキーさんありがとうございます。8位げんちゃんさんありがとうございます。7位たっちゃんありがとうございます。6位じいちゃんさんありがとうございます。5位ルルルンさんありがとうございます。4位 YK さんありがとうございます。3位タカさんありがとうございます。2位バウチさんありがとうございます。1位シムさんありがとうございます。それでは今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。皆様ゆっくり休んでください。おやすみなさい。バイバーイ。おやすみー。